皆さんこんにちは。今回はポケモンケンタとやっていきたいと思います。では波平さん対戦よろしくお願いします。ということで昨日のポケモンダイレクト皆さん見たでしょうか？僕は見ました、ちゃんと。そしたらこのポケモン映ってましたね。一番上にいるポケモン石炭山、泣いておめでとうございます。はい、そうっすね。まあこれは初手オーロンゲの壁貼って、まあ、石炭山かな。石炭山出しての、最後は、リアルガでいっか。うん。それでは対戦よろしくお願いします。はい、相手の人は海王が、いいね。石炭山の特性が面白いんで、これはいいっすよ、マジで。これ一回、そうっすね、まあ、初手壁張りで、行っての、まあ、まあ、光の壁っすね。うん。まあ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 。で、昨日のポケモンダイレクト、プレゼンツ。いや、本当によかったっすよね。まあ自分本当に生配信でやるんかなと思ったんですけど、まあ、ね、録画とはいえ、普通に見応えがありました。うん。そして伝説のポケモン出ましたよね。パッケージ。ミライドンとコライドン。まあ僕はバイオレットの方がやりたいと思うんで、まあ、ミライドになると思うんですけど、うん。いや、でもどっちもね、かっこいいポケモンだと思うんですけどね。あー、オッケー、痺れていく。まあ、ここは一回ソウルクラッシュで、なんだっけ、C 下げるんだっけ。あ、特攻下げていく。まあ、スカーフだったら、あー、カヨが引っ込める。ウーラオス、あ、オッケー、逆にいいね。あ、連撃の方ね。オッケーオッケーオッケー。だったら一回ちょっとさ、麻痺入れたいんだけどさ、どうなんですかね。アクアジェット。耐えろ。うわぁ、耐えねえか。どうしよっかな。やばいな、ちょっと。一回石炭山出しますか。まあ、石炭山出して、4倍弱点、それきついもんな、マジで。やばいな、ちょっと。ミライドン、コライドン、ジュラルンなんて言ってる場合じゃねえもんな、マジで。雨があと一旦で終わるから。じゃ、こう一回大ウォールをして、うん。大ウォールをして、で、雨枯らして、で、まあ、蒸気機関を発動できれば、いいと思うんですけど、で、蒸気機関というのは、水タイプと、炎タイプの技を受けたら、素早さが2段、6段階か。ググーンだから、6段階上がるんですよ。6段階、確か6段階。で、ここで大ゴールをして、まあ、雨を枯らして、OK。いやー、確定吸収はきついもんな。でも雨上がったらなんとか耐えねえかな。ここは、まあ、大草原でいっか。うん。お、ウーラオス引っ込めて。いやー、これさ、マジで、海洋が出してきたわ。ちょっと待って、それはきつい。雨降らし。で、大草原。いやー、これさ、まあ、耐えるのは知ってんだよ。全然効かねえな。全然効かな。あ、そんな効かない？まあ、不一致とはいえ、それに、海王がの特防が、ね、すごいとはいえ、そんな効かないか。まあ、ここは大番かな。そうっすね。雷、いやー。いやー、麻痺になって、お前、もう、待てよ。待てよ。ドリスじゃないよ、待てよだよ。わかるかな、さっきの。さっきのあれ、わかるかな。ドリスじゃないよ、待てよだよって。ここは、一回、ソーラービームかな。石炭山ね、第9世代に内定してるから、使い方マスターしたいんですけど。いや、どうだ、いや、強いわ。
ただ単に強いわ、マジで。いや、急所。急所ってマジ？壁。いやー、もう、全然あれだったな。石炭山のこと何も言ってなかったから、急所に当たっちゃったんですよ。マテオとや、マテオやドリスなんて言ってる場合じゃなかったんですよ。あ、で、マテオとドリスは、阪神の元ピッチャーです。元助っ人外国人で。どっちも抑えやってたんですけど、まあ、最終的にはドリスが、抑えになったんですよね。ああまあ、ドリス劇場とか言われてたんですけど、はい。これは降参っすね。ああしょうがねえや。ああ次の対戦ではちゃんとポケモンの話しますわ。はい。それでは、対戦ありがとうございました。はい。では、アーサーさん、対戦よろしくお願いします。そうっすね。まあ、トリトドンいるんで、石炭山の蒸気機関を発動させてほしいんですけど、まあ、どうなんだろうな、まあ、まあ、今回はちゃんとポケモンの話します。はい。まあ、先ほどの動画では、まあ、マテオとドリスしか言ってないんで、はい。まあ、ここは、まあ、オーロンゲー出したいんですけど、石炭山で一回も初手石炭山で、ザシアン出しての、じゃあ最後は、じゃあ、ディアルガーでいっかな、うん。はい。それでは対戦よろしくお願いします。はい、相手の人はガオガエン。ガオガエン。うん。で、石炭山。これはね、もう、初手パワフルハーブ打っちゃっていいんじゃない？マジで、メテオビーム。パワフルハーブメテオビーム。うん。これはね、マジでもう石炭山行ったぞ。うん。頑張れ、石炭山。インファイト。いや、ちょっと待って、それは来て。耐えろ。いやー、まあ。まあ、耐えたのはいいけどさ、でも。メトロビーム当ててくれるんだったらいいよ、マジで。当てろ、メトロビーム。当てるんだ。そう。当てればいい。ただ単に当てればいい。マジ、蒸気機関は全然活かしてないけど、オッケー！さすがに倒した。C1 なんか上がって、タイプ1、はい。まあ、そうっすね。まあ、こういう風に機嫌がいい時にちょっとこの話しましょう。で、内定しているのが、その、今般、昨日、その、はい、情報解禁されて、内定してもらったのが、今般、ゲンガ、モココ、カムカメ、石炭山、ドヒドイデド、あとラランテス、で通信交換で、ヨーギラス、タツベ。うん。で、あとあれか、ファイアローか。うん。いや、自分ね、このポケモン使いたいんですね、グルトン。ああ、巨獣山、しょうがない。グルトン使いてえなぁ、マジで。絶対あれやろ。環境初期ではさ、絶対、ね、カビゴンぐらいの活躍してくれるってマジで。はい、それは言い過ぎました。でもね、伝説の君いいっすよね、マジで。ミライドン、コライドン。まあ、自分は多分、バイオレットの方買うと思うんですけどね、ミライド。うん。アザシアン引っ込めた。サンダーか。いや、でもさ、それ受けられてないんじゃないの？うん。まあ、弾大バーンなんで、はい。まあ、あれか、ダイアース打ってくると思ったのか。ええー。まあ、ナットレイがうざいんで、はい。大番入れてるんですけど。これはね、もう、バチボコに入るんで、せい！はい。はい、急所来た。はい。はい、急所来た。はい。はい、強い。DR が強い。アザシアンはね、このハレ特化、ハレ、C 特化、大番は多分、受けれないんで、はい。弾持ってるし。まあ、インファイト、
それはね、九州に当たっても、まあ、負けないで、はい、高3選ばれました。アーサーさん、対戦ありがとうございました。ということで、まあ、スカバイに内定している石炭山使ったんですけど、うん。まあ、これから使いこなしましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。